発祥地ナイターボートレース大村、今日から始まりました5日間シリーズのボートレースチケットショップユフ開設2周年記念。さあ初日ラストカードはメインの戦い第12レースの発祥地選抜です。本番では1号艇の白井英治、コース主張の動きに出ました。横2コース2号艇の今村信孝、結果定番通りという進入作戦行動です。1号艇が山口白井英治、2号艇福岡今村信孝、3号艇長崎吉田一郎、4号艇岡山山本博久、5号艇長崎の榎木浩二、6号艇は福岡の那須啓太です。インをキープして1号艇の白井、今小回り部位あたり、そして並んだ形で2コース2号艇の今村信孝です。中が増しということになりました。3号艇吉田一郎、勝率ワーストというモーターのでの戦い初戦は6着、ここはセット交換を施してきています。4号艇の山本がダッシュ戦、大きく下がった角さらに奥に下げて5コース5号艇の榎木です。ただ一人ここは連勝を狙える戦いになりました。前半逃げて1着榎木、大外に6号艇那須啓太で進入枠なり3対3の体系です。スタートしていきました。4号艇少し後手になってしまいました。一方5号艇の榎木がスタートよく1マークを運んでいきました。まくる5番、続いて逃げる1番、そして6番、その間から続いてという動き。さあ逃げて入っていった1号艇の白井、外は5号艇の榎木と接戦、その後に停進後方6号艇那須になりました。後続は4番2番3番の台形、スタートは前提正常です。6番1番競って、そのうちを5号艇が狙っていく展開ですが、1号艇の白井トップです。追走5号艇の榎木、3番手一定審査に6号艇那須となってレースは2周目の攻防。トップに1号艇の白井、2マークで抜け出してきて一気にリードを奪ってきて、今1マークを運んだ向こう正面、追走に5号艇の榎木、3番手の方は6番に近づいた4番という展開ですが、6号艇那須が先行。さあ後ろは4号艇の山本が一定心ちょっとで続いています。その後に2号艇の今村、最後方3号艇の吉田です。2周目2マーク、先頭1号艇白井が開始、2番手5号艇の榎木、そして6番4番の接近戦はまた6号艇の那須がリードを取る体制になっています。上位は1、5、6の体型ですが、また外は4号艇の山本を追い上げてきました。最終第1ターンマーク、先頭で折り返す1号艇の白井、1マーク厳しい展開だったんですが、2マーク抜けてからは逃げ切りトップという体勢に持ち込んでいきました。そして2番手5号艇の榎木、1マーク攻めて連勝を目指したレースは2番手、3着争い6号艇那須が先行し、4号艇の山本一定心ちょっとのまま最終ターンマークの旋回。4番山本の動き、差しでしょうか、どうでしょうか、差している4番ですが、6号艇先行のままゴールへと向かっています。12レースは先頭1番白井ゴールイン、2着5番榎木、3着6番那須、続いて4番山本ゴールイン、2番今村ゴールイン、3番吉田ゴールインです。